はい、こちら淡路の、ちょうど中央付近にあります、漁港ですね、来てます、ここですね。あれ、またたけし君いましたね、ここで。たけし君、こちらの、はい、ちょっと場所を説明していただけますか。はい、ですね、こちらは竹の口漁港ですね、はい、竹の口漁港、はい、ちょっと言いにくいですけど、はい、そうですね、はい、場所で言うと、洲本、はい、洲本、こっちが洲本港ですね。はい、洲本港から、はい、ほんと5分もかからないところにあります。いいとこですね。はい、すごいね、かなりいいところですね。はい、で、釣りができるのはこちら、はい、ここから伸びてる防波堤、こちらですね。はい、でこっちのマリーナになってますよね。はい、そうですね、こちらはマリーナの中身なので、はい、こちらは釣り禁止です。こちらは全て釣り禁止となってますので、はい、釣りはしないでください。そうです、ということですよね。はい、で、駐車場がなんかありますもんね、ここに。そうですね、はい、こんな感じ で、そうですね。で、こちらもマリーナの駐車場なので、ゴミ箱等はないですので、ゴミは必ず持ち帰ってください。はい、トイレもあります。はい、いいとこですね。かなりいいとこですね。結構な長いですもんね。そうですね、かなり多分人は入りますね。おー、なるほど。じゃあこれから魚楽しみですよ。何が釣れますか、たけしさんの予想は。はい、これからは、はい、まあ、青物、青物はいけます。はい、はい、で、9月いっぱいは、はい、釣れないですが、はい、10月からはアオリイカ、はい、アオリイカも狙います。はい、はい、あとはサビキで、イワシとかアジですね。アジです、はい。じゃあファミリーの方でも楽しみますよね。バッチリですね。ちょっと待望が高いんで、そこだけ、はい、そうですね、はい、救命胴衣は必ず着用してください。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、竹の口漁港の入り口ですね。はい、そうです。ちょっとだけ説明お願いします。はい、ですね、こちらの信号ですね、ここを曲がってきて、ちょっと分かりにくいですが、これを左折していきます。はい、ときまして、で、これまっすぐは行けませんので、はい、こちらに曲がってください。そんな感じですか。はい、このまま道なりにずっと行き場駐車場がございますので、そちらへ車を止めてください。